カリフォルニア州の地勢と地形の区を示す地図、カリフォルニア州の地理は多様である。中でもシエラネバダ山脈、セントラルバレーの肥沃な農地、および南部の乾燥したモハーベ砂漠が大きな特徴である。世界でも最も特徴的な樹木としては、最も樹高が高い木である、コーストレッドウッド、最も溶石が大きい木である、ジャイアントセコイア、 また最も樹齢の長い木であるブリストルコーンパインがある。大陸48州の中では最も標高の高いホイットニー山と最も標高が低い地点のあるデスバレーがある。カリフォルニア州は通常北カリフォルニアと南カリフォルニアに区分されるが、その境界がはっきりと定義されているわけではない。サンフランシスコは北カリフォルニアの都市であり、 ロサンゼルスは南カリフォルニアの都市であるが、その間の地域は地理上の特徴ではっきりした差がないことの方が多い。アメリカ地質調査所はカリフォルニア州の地理重心をノースフォークにあると定義している。地球科学者は通常カリフォルニア州を11のはっきりした境界を持つ地形区域に分けている。北から南にクラマス山脈、カスケード山脈、 モドック、高原、ベースンレンジ、セントラルバレー、シエラネバダ山脈、トランスバース山脈、モハーベス砂漠、半島山脈、及びコロラド砂漠である。本校では、ロサンゼルス盆地、チャンネル諸島及び太平洋を、その他の区域として扱う。ウェディングケーキ盆とトンプソンボンクラマス山脈は、カリフォルニア州北西部から、 オレゴン州南西部の山脈であり、最高峰は、トリニティ郡にあるトンプソン峰である。地質的に多様であり、ジャモン石と大理石が多く、夏は極端に雨が少ない。その地質のために、ローソンヒノキ、フォックステールパイン、ブルワーズスプルースよびカルミオプシスなど、固有種や、それに近い種があり、特徴ある、植物症になっている。 シャスタ山、週間高速道路5号線からの長メカスケード山脈は、カナダのブリティッシュコロンビア州からカリフォルニア州の北部に伸びる山脈である。太平洋を取り巻く火山の連なりである、環太平洋火山帯に属している。大陸アメリカ合衆国の歴史でわかっている火山の噴火はすべてこのカスケード山脈にある火山のものである。 カリフォルニア州で現在までの最後の噴火は1914年から1921年まで噴火活動を続けたラッセン山のものだった。ラッセン山はカスケード山脈の中では最も南に位置する活火山である。この山脈はオレゴン州とネバダ州に境を接してカリフォルニア州の北東部にありセントラルバレーやシエラネバダ山脈の最北部にも接している。 その中心は、トリニティアルプスに近いシャスタ山である。シャスタ山は旧火山だが、シャスタ山あるいはそれに属する小さい峰であるシャスティナが18世紀に噴火したという記録がある。モドック高原は、カリフォルニア州の北東部隅にあり、標高4000から6000フィートの溶岩流に、噴石球、白新の平原、松林及び季節によってできる湖がある。 面積100万エーカーに近いモドック国立の森が、西のメディッシンコ高地と東のアーナー山脈の間に、ある。この高原には、ミュールジカ、ロッキー山脈エルク及びプロングホーンアンテロープの、大きな群れが生息している。また野生の馬の群れも見られる。クリア湖国立野生生物保護区とロングベル州立動物保護区もこの高原内にある。ロスト川が、 高原の北側を流れ、一方南部の水流は、盆地の貯水池に集まるか、モドック郡の中央にある、ビッグセージ貯水池に流れ込んでいる。モノコシエラネバダ山脈の東にベースンレンジ地質区があり、ネバダ州まで広がっている。この地質区は一連なりの山脈と谷であり、近くの水平方向への伸びによって形成される。ここの特徴的な地形が、 モノコであり、北、アメリカで最古の湖とされている。ベースンレンジには北、アメリカで最も深い谷である、オーエンズバレーもあり、ホイットニー山の山頂からは1万フィート以上の深さがある。東カリフォルニアのシエラネバダ山脈の下には1、つらなりの干上がった故障があり、最終表記には水が張られていた。これらこの多くには、 様々な種類の塩を含む蒸発岩が多量にある。これら故障の塩沈殿物は長年にわたって採掘されてきた。その中でも著名な塩が放射であり、オーエンズ湖やデスバレーで採取されてきた。この地区にはホワイト山脈があり、世界でも最も樹齢が長いブリストルコーンパインが自生している。サンタクルーズ山脈の尾根を走る。 スカイラインブールバードセントラルバレーの西には海岸山脈があり、その中にはサンフランシスコのすぐ東にあるディアブロ山地と南にあるサンタクルーズ山脈が含まれている。サンフランシスコの北側の海岸山脈は霧と雨が次第に多くなってきている。これらの山脈にはコーストレッドウッドの木があることが特徴であり、海岸の霧の中で成長し地球上で 最も樹高の高い木になっている。カリフォルニア州の地理は、海岸山脈とシエラネバダ山脈に挟まれてその、中央に広大で肥沃な地である、セントラルバレーがあることが特徴である。その北部には、サクラメント川が流れ、その流域は、サクラメントバレーと呼ばれており、南部には、サンワーキン川が流れてその流域は、サンホアキンバレーと呼ばれている。 セントラルバレー全体は山脈から流れ出すサクラメント川、サンワーキン川およびキングス川など多くの川が流れ、サンフランシスコ湾に注いでいる。これらの川は大きくて深いので、ストックトンやサクラメントなど内陸の都市が開港になっている。セントラルバレーの南端は内陸流域となっており、事実上バレーの一部ではない。 トゥーレアリコは昔広さが570平方マイルあったが、現在では日上がり、農業用地になっている。シエラネバダ山が脈東部のリトルレックス、バレーカリフォルニア州東部には、シエラネバダ山脈があり、南北に400マイルの長さがある。大陸アメリカ合衆国では最も標高の高い、ホイットニー山は、標高14,505フィートである。 シエラネバダ山脈の地形は流気と氷河作用で形成された。この地域では年間200ないし250日の日照があり、夏は暖かく、冬は厳しい寒さになる。様々な地形があり岩がちの地勢と快適な気候の稀な組み合わせになっている。ヨセミテバレーが山脈の中央にある。ヨセミテの北には大きく深い淡水湖タホ湖がある。 また地球上で最も溶石が大きい木であるジャイアントセコイアが自生している。シエラネバダ山脈の中でも最も有名なハイキングと乗馬の道がジョン・ミューア・トレールであり、ホイットニー山からヨセミテバレーに通じている。これはメキシコからカナダまで通っているパシフィック・クレスト・トレールの一部である。この地域にはヨセミテ国立公園、キングス・キャニオン国立公園、 および、セコイア国立公園の三つの国立公園がある。円形に、サンゴルゴニオさんとボールディさん、手前は、サンジャシンとサンミナミカリフォルニアは東西に伸びる。トランスバース山脈によって、州の北部と分けられており、トランスバース山脈には、セントラルバレーとモハーベス砂漠を分ける、テハチャピ山地も含まれている。太平洋岸から東、サンバーナーディの市の北にある、 サンバーナーディの山脈まで100マイル以上にわたってあるサンタスザナ山脈、サンタモニカ山脈及びサンガブリエル山脈の間のバレーには都市部が散りばめられている。この山脈の最高峰は標高11,499フィートのサンゴルゴニオ山である。サンガブリエル山脈には1920年代に赤型変異を発見したウィルソン山天文台がある。 トランスバース山脈には、サンタバーダラ軍の生誕である、ポイントコンセプションから東に、リバーサイド軍西部のサンジャシンと山脈東端まで、東西方向の山脈がいくつか続いている。サンタイヌス山脈が最も西の山脈であり、ポイントコンセプションから、ベンチュラ軍の王廃の西北西、ベンチュラ川まで続いている。 ベンチュラ群とロサンゼルス群西部に入るトランスバース山脈の西部にはパインマウンテンリッジ、ノルトホフリッジトパトパ山脈、リンコンピークレッド山、サルファー山、サンタポーラリッジ、サウス山、オート山、サンタスザナ山脈、シミヒルズ、コネホ山脈、サンタモニカ山脈がある。ロサンゼルス群西北部にはリーブル山脈があり、 サンガブリエル山脈の北西遠心部になっている。この二つの山脈は、サンアンドレアス断層の太平洋、プレート側にある。この断層によって、サンガブリエル山脈とさらに東のサンバーナーディの群にある、サンバーナーディの山脈が分けられている。南カリフォルニアの冬の同じ日に、太平洋では、サーフィン、山岳部ではスキーを楽しむことも可能である。 ランドサット衛星から撮影したロサンゼルス盆地1500万年前からロサンゼルス川、サンガブリエル川及びサンターナ川がカリフォルニアの南部海岸に沿うトランスバース山脈からの土砂を運んできた。その堆積物がロサンゼルス盆地と呼ばれる広大で平たい大地を形成した。その上にロサンゼルス郡とオレンジ郡の人口の大半が住んでいる。 ロサンゼルス川がリオホンドと合流する地点の堆積物の深さが6マイルと一番深い。このように膨大な堆積物があるということは他の地形に比べて当然安定性に劣っており、ロサンゼルスとその周辺は地震に対して危険だと言われる理由の一つになっている。バッドウォーターボンチ北アメリカで最も標高の低い地域カリフォルニア州南東部には ゴツゴツした砂漠が複数ある。これらの砂漠は冷たい海岸沖の潮流が水分の蒸発を抑え山脈の雨影であるために降水が少なかったことの組み合わせで生じた。偏西風が太陽から内陸部に向かって吹く。山脈の上を空気が通過するとき断熱冷却によって空気中の水分をほとんど山に落としていく。この空気が 山脈の反対側で海水面の高さに下降すると、再圧縮され暖かく乾燥した空気が砂漠地帯をカラカラに乾燥させる。風が内陸側から吹くと、その結果として厚く乾燥したフェーン風が起こる。この風はサンターナ風と呼ばれている。モハーベ砂漠はその北西部を半島上のテハチャピ山地によって仕切られ、また南西部は サンガブリエル山脈とサンバーナーディの山脈で区切られている。これら西部にある境界がはっきりしているので、パイをスライスした形のアンテロープバレーを形成している。このバレーの外形はサンアンドレアス断層とガーロック断層という2つの大きな断層によって形作られた。モハーベ砂漠は東のネバダ州にまで広がっている。 降水量は年平均6インチ以下であり、標高は3000フィートから6000フィートである。高地の砂漠であるアンテロープバレーのような地域では、毎年雪が2、3度は降っていたが、最近では年に1回以下と降雪の回数が少なく、なっている。モハーベ砂漠にある都市や町の大半は、比較的小さい。その中での大都市は、パームデールとランカスターである。 しかし、歴史ある、アメリカ国道66号線の西端だった、バーストのように小さくても有名な街がある。モハーベ砂漠には、アメリカ大陸で、最も標高が、低く、最も暑い地点である、デスバレーがあり、7月下旬や8月上旬の気温は、下市120度に近づくのが普通である。カリフォルニア州で最も南側にある山脈が、 半島山脈であり、サンディエゴ市の東から、メキシコのバハカリフォルニア州にある、シエラ・サンペドロ・マルティアに続いている。半島山脈には、ラグナ山脈、サンジャシント山地、サンタロサ山脈、サンタアナ山脈及び、パロマ山脈が含まれている。パロマ山脈には有名なパロマー天文台がある。 標高1834フィートの三写神と、峰の東側には、砂漠の床から頂上近くまで行く、ケーブルカーがあり、乗客は、ハイキングや、クロスカントリースキーを楽しむことができる。半島山脈の東には、コロラド砂漠とソノラ砂漠があり、アリゾナ州やメキシコに広がっている。この地域の標高は、外して低く、ある地域では下にへこんでいて、 コアチェラバレー東部やアメリカメキシコ国境の北にあるインペリアルバレーでは海面下の場所がある。アメリカ合衆国で最も標高が低い町はカリパトリアであり海面下160フィートとなっている。この砂漠の特徴ある地形は内陸湖のソルトン湖である。この湖は1905年に増水したコロラド川が アメリカメキシコ国境に近い仮設の運河を破り、ほぼ2年間ソルトン盆地に流れ込んだ時にできた。今日のソルトン湖は、昔あったカウィーア湖の現代版であり、カリフォルニア州最大の湖になっている。チャンネル諸島は、南カリフォルニアの海岸沖に浮かぶ一群の島である。北チャンネル諸島と、南チャンネル諸島の二群に分けられる。全部で八つの島がある。 サンタカタリナ島のアバロン諸島の内4位島は、サンタバーバラ群に、2島は、ベンチュラ群に、残り2島は、ロサンゼルス群に属している。島の人口は比較的少ない。そこそこの大きさがある町があるのは、サンタカタリナ島であり、アバロンとトゥーハーバーズの町がある。アナカパ島、サンミゲル島、サンタバーバラ島、サンタクルス島及びサンタロサ島の5島で、 チャンネル諸島国立公園を形成している。チャンネル諸島国立海洋保護区もこの諸島にある。サンニコラス島は、サンニコラスの失われた女性すなわちフアナマリアで有名である。この女性は、スコット・オデールの児童文学、青いイルカの島で主人公になった。パロスベルデス半島は、チャンネル諸島と同じ地質的起源がある。 サンタカタリナ島の北にあった一つの島が本土と陸続きになったものである。数百万年にわたって近くの山脈からロサンゼルス盆地の海岸に広がった堆積物がパロスベルデスにまで届いたものである。カリフォルニアの西には太平洋がある。水温は夏でも下肢65度を超えることが稀である。これは 深海水が栄養源と共に優勝を起こすためである。このために、カリフォルニア周辺の海洋生物は、熱帯の生態よりも、北極の生態に類似している。カリフォルニア沖の海は、非常に肥沃で魚の多いくらい緑色であるのに、対し、熱帯の海は透明な真っ青である。1930年より以前、モントレー沖では、高価なイワシやニシンが採れたが、 現在は枯渇している。これは、ジョン・スタインベックの小説、キャナリーローの題材になった。太平洋岸に沿って走る断層があるために、カリフォルニアでは地震が発生する。最大の断層は、はサンアンドレアス断層である。これまでに起こった大きな地震には、以下のものがあった。海岸の都市は、近くで起こった地震だけでなく、 艦隊平洋火山帯の他の地域で起こった地震による津波の被害を受けやすい。1960年チリ地震の津波は一人の命を奪い、ロサンゼルス市には50万ドルから100万ドルの被害を与え、多くの海岸都市の港に損害を出し、クレセントシティでは通りに海水が溢れた。1964年のアラスカ地震では、クレセントシティで12人が死亡し、 はるか南のロサンゼルスでも被害を出した。州内には1914年と1921年に噴火したラッセン山やシャスタ山などいくつかの火山もある。スペイン人によってまだ一部しか探検されていなかった時代のカリフォルニアは一つの島だと考えられており、南のバハカリフォルニア半島がカリフォルニア湾から接近して西に陸が現れていると見られていた。 現在カリフォルニア湾に働く海底が広がるプレートテクトニクスの動きによって南カリフォルニアとサンフランシスコの下のサンアンドレアス断層に沿って広がり150万年足らずの間に長い島を形成したと推計されている。これは大西洋の形成年数でもある。この長い島が100万年後にはアラスカに衝突するという予言がある。 カリフォルニア州の気候は、井戸や標高及び海岸からの距離によって、乾燥気候から亜熱帯気候まで幅広く変化している。海岸部と南部はいくらか雨の多い冬と乾燥した夏のある地中海性気候である。太陽の影響で一般に温度の変化を和らげ、特に海岸部では暖かい冬とかなり冷涼な夏を生み出している。北アメリカのモンスーンの季節には、 海岸性暴風の影響を受ける。一年間の他の時期には乾燥した気象が山火事を起こしやすくする。カリフォルニアのハリケーンは大西洋のものに比べ襲来回数が少ない。標高の高い地域では冬季に暴風雪を経験する。豪雨、暴風及び融雪によって洪水がたまに起こる。急斜面と不安定な土壌のために雨が降ったり地震が起きた時に、 地滑りが起こりやすい場所がある。ありがとうございます。